ちは、ガジュマルです。皆さんこんにちは。今日は初めての自分について話す動画な気がします。いつもはゲーム実況をずっとやってるから動画投稿っていうのがほとんどないチャンネルになっちゃっていたので、そろそろなんか撮らなきゃなと思って、最初何どんなのがいいかなって思った時、まず自己紹介しようかなって思いましたので、今日は質問を募集した、事前にね募集したので、そちら答えつつガジュマルの紹介をしていきたいと思います。行ってみよう。ということでですね、ここに事前にね質問を募集したので、そちらをちょっと見つつやっていきたいと思います。何がいいかな。名前の由来、この写真を見ていただいたらわかると思うんですけど、笑った顔とか口を開けた顔とか見ての通り口がすごくでかいんですね。だからゴジラとか怪獣とかスティッチに似てるって言われたこともある。まあそんなところから取って、ゴジラから、あんなにガジガジしてそうだね、ガジラワルってなりました。何歳ですか？わかりません。学生時代陰キャだった？陽ではなかったけど陰でもなかった気がします。好きな食べ物って何ですか？とんかつです。好きな髪型ありますか？女子、オンマイが好きです。ロングヘアが好きです。金髪が好きです。やってる SNS を教えてください。Twitter、Instagram、TikTok、YouTube。 せんさん、1日オフの時は何してますか？ゲームしてます。たまに遠出します。ひなたぼっこ大好きです。夢になぜか出てきました。会いに来てということですか？そういうことだと思います。ぜひ待ってます。整形してますか？変形とかじゃなくて二重ものすごく綺麗で、整形してません。来月高校の親友に会うために札幌行く、北海道行く予定です。おすすめのご飯屋さんありますか？トリトン絶対行ってください。安くてネタが大きくてもう新鮮でとっても美味しくて、お店も綺麗で、もうとにかく北海道行ったら絶対このトリトンっていう回転寿司に行ってください。家がないのでシェアさんの涙袋に住んでもいいですか？マーベルの好きな作品と好きなシーン教えてください。悩んじゃう。まあマーベルで好きな作品はガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーがすごく好きなんですけれども、推しはアイアンマンなんですね。まあ、だからそこら辺がちょっと難しいんだけど、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーの宇宙船に乗ってウーンっていく瞬間、目ん玉がみんな飛び出てキャーっていうシーンがめちゃめちゃ好きです。好きなお洋服の系統は何ですか？で、夏はカラフル、ポップな感じのカラフルなのが好きだけど、秋はもう今日みたいになんかこういう茶色い女の子らしいちょっと甘めな感じの服が好きかな。冬は結構モコモコにまみれたいなって感じです。猫さんのお名前はマルルです。今そこにいます。マルちゃん、マル。好きなアニメは何ですか？僕のヒーローアカデミアが好きです。アイコンの由来なんですけれども、生誕祭というものをやらせていただいた時にイラストをね描いてくださって、このヒロアカ風ガジラ丸を描いてくださったんですけど、それぐらいヒロアカが大好きです。あとハンターハンターとドラゴンボール。ドラゴンボールはねアニメを見るきっかけ、一番最初に初めてアニメ大好きってなった作品がドラゴンボールでした。最近見てるのはね転生薬局っていうのを見始めたんだけど、めっちゃ面白いです。ぜひ見てみてください。推しを知ったきっかけが知りたいです。まあ、ゲーム実況とか見るのもともと好きで、推しがいたらもっと楽しいんじゃないかなって思ってこう見てたサイトを見てた時に、とりあえず最初ビジュアルで選びました。はい、まゆずみかいという VTuber さんにハマって、その方の天才さたるやって感じだったんですけど、とってもとっても VTuber さんの魅力に気づいてもうどっぷりハマっていったんですけど、急に活動終了しますっていうことになっちゃったから、推しがいなくなっちゃいそうだったんだけど、その推しと仲良かった、まあ、ちょっと一面みたいな感じの方をもう見てたから、まあ、そちらを今は推させていただいております。ストレス発散方法知りたいです。ガジュマルはストレス発散発散っていうよりかは、どちらかというとそのストレスっていうこと自体を忘れたいから、自分の好きなものを見たり聞いたりすることが多いです。まあ、あとはね
あのゲームやると結構爽快感あるので、ぜひ皆さん一緒にゲームしましょう。せいちゃんお酒飲むんですか？飲もうと思えば飲みますし、飲まなくても全然生きていけます。今の目標は登録者数5000人です。キノコの山とタケノコの里どっちが好きですか？タケノコの里が好きです。ガジュマル持ってますか？持ってません。兄弟いますか？弟います。スポーツできますか？肩がめちゃめちゃ強いです。スポーツ大好きです。せやちゃんのチェキ入れをポケカーの入れ物にしようと思ってます。他に何かいいものありますか？ポケカーのケースに入れてもらえるのはとっても幸せです。私もすごいポケモンが大好きなので、それはとっても嬉しいです。好きな服の系統、タイトな服はあまり好きじゃないかもしれない。ちょっとダボってした感じが好きかな。ダボっとしつつも、来世は何になりたいですか？男の子になりたいです。好きな芸人さんは誰ですか？かまいたちさんです。好きなタイプ、清潔感があって、なんだろうなぁ。切り直して、特技キャッチボールとバドミントンと絵を描くことと書道は、6段を持ってました。今も多分描けると思います。せいちゃんに会えるイベントありますか？毎週毎週いろんなイベントやってるので、ぜひツイッターにいろんな告知させていただいてるので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。名前の呼び方で嬉しい呼び方は何ですか？ガジーちゃんとかガジーとかセイヤとかセイヤちゃんとか山田聖也っていうのでアイドルの方活動させてもらってるんですけど、山田って呼ばれるのめっちゃ嬉しいです。まあ好きに呼んでちょうだい。マルルとのツーショットが見たいです。はいどーん。かわいい、マルちゃんかわいいね。今お布団で寝てる、かわいい。はい、皆さん、ガジのことをどれだけ今日はしてくれたでしょうか？割といろんな質問来てたけど、そんな深い質問は来てなかったかなって思います。なんかえぐい質問とか来るかなと思ってたんですけど、そんなに来なかったです。皆さん、平和な質問ありがとうございます。今後もね、いろんな動画企画を撮っていきたいんですけれども、一つね、決まってる企画があって、もうそれいつ行けるかわかんないんだけど、その動画、もし、取れた時が来たら自分結構大きな目標の一つ達成みたいな、なのでちょっと楽しみに、自分もしてるし楽しみにしててほしいなって思っています。よろしくお願いします。札幌出身、札幌育ち、アイドル、猫が好き、ゲームが好き、そんなところです。皆さん今日は見ていただいて本当にありがとうございました。またゆっくりね、自分の紹介とか自分を知ってもらえる動画出せたらいいなって思ってます。普段はゲーム実況してるので、ぜひ見てほしいと思います。よろしくお願いします。では以上、ガジュマルチャンネルのガジュマルでした。バイバーイ、ありがとう。